漆喰と珪藻土の専門店ロハスウォールの辻です。今回のシリーズは漆喰珪藻土の塗り方模様第2弾やっていきます。このシリーズを通してみてこんな模様ってないかなという意見がありましたらコメント欄にお願いします。それでは行ってみましょう。今回はくし引き仕上げをやっていきます。くし引きというのはいろんな種類のくし引きがあります。で、基本的にくしっていうことは紙とかをね解くくしではなくくし引き用のコテっていうものがあります。これを使ってやっていく模様ですね。で、何種類かありますのでそれを順番にご紹介していきます。ではまず材料を壁に塗りつけていくんですけど、今回使っているのは本格漆喰ミルクホワイトですね。で、こう材料をつけていくと櫛のね、櫛の深さによってこの厚みが必要になってくるんで、材料が薄いとそもそも模様が出ないです。なのでべったりめに、目安としては多分2ミリぐらいですかね。2ミリとか3ミリぐらいでやっていくんですけど、いやそんな2ミリ3ミリって厚みに分かんないよという場合には、この端っこの辺とかね、この辺とかちょっと自分で削ってみて、そうするとねここの厚みが見えるんですよね。これがセルフチェックのやり方です、はい、でそういうふうにしながら厚みをちょっと合わせて塗っていきます。で、塗りつけたら必ずこの左右にねコテを動かして厚みを、はい、整えていくんですけども、整えていってから、はい、櫛を使っていきます。では今ね漆喰が塗りつけてありますので、これに櫛引きコテを使って模様を入れていきます。で、基本的にはこの山型ですね、これ深さがありますので、はい、ある程度この櫛引きコテを寝かして、で理想を言えば反対側とのこの隙間ですね、これがね1ミリから2ミリぐらいまでこう結構寝かすんですよ。そうすることで模様が入るんですけど、そのためしっかり押し付ける必要があります。壁にね押し付けるということですね。で、こう横に引くと、そうすると綺麗にこう山ができていくんですけど、櫛引きの時のよくある失敗としてはこう立てすぎた場合ね、コテをね、そうすると綺麗に、はい、模様が入ってくれないんで、ちゃんと、まあ、この辺から寝かしてみましょうかね。ちゃんとしっかり寝かして櫛目を入れていきます。で、それをちょっと一連の流れとしていきますけど、はい、上塗りつけました、で下いきますって感じですね。こういう感じで櫛引き仕上げやっていきます。これ多分一番くっきりした仕上げだと思うんですけど、ちょっとね材料薄めにするんですね。こうやって材料を薄めにしたらどうなるか、はい、山がこっちは綺麗に三角が出てると思うんですけど、こっちはちょっとかすれてね、いってますよね。で、こういうふうにかすれさせることによって家のテイストを変えていくというテクニックですね。動画の途中ですがお知らせです。ロハスウォールでは自然素材の漆喰や珪藻土を塗りたい方向けにオンラインで無料相談を行っています。 DIY で塗りたいがやり方がよくわからない方、現場で作業する職人がいなくて困っている工務店さん、ぜひ概要欄の公式 LINE からご相談ください。で、櫛引きをやった時に、まあ、これサンプルボードなので幅狭いですから手が届きますよね。で、普通の大きな壁だと一発で手が届かないので、どこかでこういうふうに抜かないといけないですね。で、抜いた時に
次ここに合わせていったとしてもこれね微妙に残るんですよ継ぎ目が、はい、でこれがくし引きの特徴なのでくし引きをやってる壁って結構世の中ありますからじっくり見ていただけるとこのね継ぎ目が必ずあると思うんですね。で中にはちゃんと狙い済ませて継ぎ目がないようにしてるところもあるんで、まあ、そういうところもちょっと壁を見る、楽しみでもあります。で、この時にね継ぎ目を、まあ、同じ位置でこう継ぎ目作っちゃうとより目立ちますよね。なので継ぎ目をもし作る時はここは必ずこうずらしてちょいずらしで行くことが多いですね。ずっと同じところで継ぎ目があるとなんか、目立っちゃうんでこうずらしてね、デザイン化してるというか、まあ職人さんとかもねくし引きやることが多いと思うんで、はい、まあ必ずこういうふうにずらしてやったりとか、ここをねめちゃめちゃ精度よく合わせて継ぎ目がないように見せてるテクニックもありますので、はい、お家で漆喰や珪藻土でこういうくし引き模様をしたいという時はこういう細かい仕様まで打ち合わせで決めてください。金額が全然変わってきます。で次の模様はこれをね一末にしていきます。一末模様っていうと分かりやすいでしょうね。でちょっとフリーハンドでやっていくんですけど、フリーハンドでなくてもきっちり測っていただいても大丈夫です。始末なのでこういうイメージですね。はい、互い違いにやっていくという。でこうやるとここのところがやっぱ崩れたりするんで、ここはねやっぱ鳴らしますね。これもう一回、はい、でこれをきれいにこう位置を測っていくんですけど、水平のレーザーがあるので大工さんが使ってる、それを使ってここにねレーザーを当てながらこの感覚使いつつ模様を入れていくというやり方をするとですね、より精度が上がってくるんですが、 DIY だと結構手間なのでこういうフリーハンドでやることの方が多いです。以上がくし引き模様でした。こんな模様ないかなというご意見ありましたらコメント欄にお願いします。